自分自身の枠を広げるつもりで、その違和感を受け止めてほしいです。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えしていきますので、今日の動画を最後まで見て、あなたの運気を上げていきましょう。この違和感感じたら人生激変の予兆、これについてお話していきます。あなたは違和感を感じることってありますか？僕はめちゃくちゃあります。あらゆることで違和感だらけな感じがします。この違和感を感じられるっていうことは、そもそも未来を変化させる資質でもあり、また未来が変わる予兆として感じさせられているという両面があります。この違和感に気づくことで、そこから変化していくのは間違いないんです。だからその違和感に慣れてしまうのはまずいです。違和感を違和感として感じなくなってしまい、変化を感じ取れないのであれば、未来を良い方向に変えていくこともできにくくなります。とは言っても、違和感っていうのはあまりいい感覚ではないですよね。いい感じの方が心地いいし、なんか気持ちも晴れやかにワクワクします。でもこの違和感に気づける感覚自体が大事ですので、とにかく違和感を感じられる感覚を養ってください。そのためにはその違和感の意味を知っておくことも大切です。違和感を感じた時にどのような未来の変化があり得るのか、それを想定できるあなたになっていただきたいんです。今日の動画ではそのような大事な話をして、未来をポジティブに変化させたいあなたにお役に立ちたいと思っています。ということで、今日の動画を最後までご一緒ください。人生が激変する前に現れる5つの違和感、まずその5つをご紹介しましょう。1つ目、睡眠不足とは関係なく強い眠気がある。2つ目、自分の興味関心が変化する。3つ目、なんとなくうまくいってない感覚がある。4つ目、今の環境に違和感を覚える。5つ目、偶然が重なる。この5つについて、なぜそれが現れるのか、その違和感の意味と正体、違和感を感じた時にやるべきことをそれぞれお話ししていきましょう。1つ目、睡眠不足とは関係なく強い眠気がある。10、宇宙クラウド、アカシックレコードとも言えますが、そこから情報をダウンロードするには、ダウンロードが起こる時に強い眠気に襲われることがあります。最近しっかり寝てるはずなのに、どうしてこんなに眠いんだろうという違和感を感じたら、人生激変のサインです。そこから勝手に変化が起こっていき、どんどん進んでいく前兆と言えます。スマホやパソコンが勝手に更新を始めちゃったりすることってありますよね。あのイメージです。しっかり寝たのに、寝て起きてすぐまだまだ眠いということであれば、情報のダウンロードが続いている可能性があります。そんな時は夢の内容やその時感じている感覚をメモに残しておいてください。その時の感覚はすぐ忘れますので、超大事です。チャンスの神様は前髪しかないとよく言われますけれども、現れた瞬間に掴まないと消えてしまいます。2つ目、自分の興味関心が変化する。これまで好きだったことが急に冷めてしまったり、新しいことに興味が出たり、関心が変わるのも違和感の一つです。特に人は自分の関心のあることしか見えないものです。興味関心がそもそも変わるということは、それはそのまま人生の変化にもつながっていきます。そんな時にはこれまでと違う自分になることを恐れず、素直な気持ちで自分の興味関心の変化を受け止めてください。そしてその興味や関心に沿って行動しようと考えてみてください。そこからの変化が雪崩のように起こってきます。3つ目、なんとなくうまくいってない感覚がある。うまくいってないというピンチや障壁というような大きなこともあれば、なんかちょっとずつなんかブレーキが踏まれてるような、なんか最近冴えないなみたいな、なぜかうまくいってない気がする、そんな場合は自分自身の在り方や生き方を見直す必要を教えてくださっている、そのための違和感である可能性があります。神様からの方向修正です。その場合には自分の未来を変化させていく意図を持つことも大事になります。うまくいっていない感覚がある時には、ぜひ自分の今の暮らしを見直し、思考や行動を変えてみましょう。改善できることは
素直に認めて改善することが基地になります。そんな時違和感は感じるんだけど原因が全くわからない、見えないということも往々にしてあります。その場合は少し時間をかけるつもりでその違和感に付き合ってみましょう。その時にすべきことは神道の基本中の基本である禊がおすすめです。自分の状態を禊でクリーンにする。そうやって自分をクリアリングすると必要なものを受け取れるようになります。逆に自分の状態がクリーンでなければその違和感の奥にある大切なことに気づくことができません。その後に起こってくる重要な情報のダウンロードにも気づけなくなっちゃいます。4つ目、今の環境に違和感を覚える。今あなたの環境に違和感を感じるのであればそれは人生を激変させるチャンスでもあります。自分で自分を変える以上に環境が自分を変えてくれる影響力の方が大きいものです。今の自分を変えたいという潜在的な思いが今の環境に違和感を覚えさせますのでチャンスと捉えるべきなんです。自分の環境を変えるタイミングとして一粒万倍日や吉日にそのスタートを意図するというのはいい結果を生むことになります。5つ目、偶然が重なる。世の中には奇跡と思えるようなことってあるものです。そしてそれは重なる場合があります。ですから偶然にしてはできすぎてるんじゃないのと思うことや何か大きなものに導かれている気がするというような感覚がある場合にはまさに神様からのメッセージである可能性が高いです。実際に偶然とも言えるような重なる出来事が起きた時にはまさに人生を激変させる違和感ですので偶然と流さずに必然と捉えてその流れに乗ることを意識しましょう。そのような偶然を引き寄せているのはあなたの潜在意識でもあり神様からのメッセージでもありますので大きなチャンスなんです。では今日のお話をまとめましょう。今日はこの違和感、前兆を感じたら激変の予兆ということでお話ししました。違和感を深掘りしましたがいかがでしたでしょうか。違和感というのは未来が変化する時や変化させるべきサインとして現れる。だからその違和感に気づける、感じる感度が重要になります。その感度を高めるためにも今のあなたに起こっている変化、違和感がどんなサインであるのか、これを知ることは非常に重要なので5つのサインについてお伝えしました。それらの5つのサイン、1つ目、睡眠不足とは関係なく強い眠気がある。2つ目、自分の興味関心が変化している。3つ目、なんとなくうまくいっていない感覚がある。4つ目、今の環境に違和感を覚える。5つ目、偶然が重なる。この5つです。このようなケースの場合、変化のチャンスであると捉えて自分自身の枠を広げるつもりでその違和感を受け止めてほしいです。それぞれの違和感から未来を変化させようと思っていただけたらそれは必ずいい結果につながります。そんな未来を良くする違和感を感度を削ぎ澄ましてぜひ感じてみてください。ということでこのチャンネルでは予言を通して運気が上がりより人生を前向きに生きられる動画を発信していってますのでチャンネル登録と高評価そしてコメントなどもいただけると嬉しいです。 LINE では YouTube ではお伝えしきれない大事なことをお伝えしたりしますのでぜひ友達でつながっていただけたら嬉しいなと思います。今 LINE でつながっていただけると5つの豪華な特典をプレゼントしていますのでぜひ概要欄からリンクをチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたはティラミスチョコってご存知でしょうか。北新地で呼吸チョコとして出されて結構人気のあるチョコレートです。それに似たのがティラミスチョコレートといってドン・キホーテとかにも売ってますけれどもこれめちゃめちゃ美味しいです。特にブルーボトルコーヒーと一緒に食べるとめっちゃ幸せを感じます。甘いもの僕あんまり好きじゃないんですけどこのチョコだけはコーヒーとセットで幸せですね。ぜひお試しください。ということでではまた。